個人は残れませんでした。僕も。でもでも、レイちゃんもあとちょっとのタイムだったよ。とても競泳に専念し始めて1年ちょっととは思えない泳ぎだったし。ありがとうございます。渚くんだって決勝に進んでもおかしくないタイムでしたし、素晴らしい泳ぎでしたよ。うん、ありがとうレイちゃん。リレー頑張ろうね。はるか先輩大丈夫でしょうか？大丈夫だよ。はるちゃん言ってたでしょ、お前たちと泳ぎたいって。今はあの言葉を信じよう。ですね。自分の泳ぎできなくなるんすよ。大会だと緊張。やるからには絶対に勝ち進みましょうね。そうだね。俺も昔似たような。僕たち岩飛びチームにしかできない泳ぎを。メンタルトレーニングの方もメガネの子に勧めてもらったことがあってさ。その話詳しく教えてくださいよ。どうしよっかな。いいじゃないですか。レイちゃんどうしたの？いえ、何でもありません。